有しています。山口支店では182台の一般車両があります。で今世界的に EV 化が進んでいく中で、NTT としても EV100 という取り組みに加盟して電気自動車化を進めています。そういった中でこの今回その電気自動車を、初めて入れていくという中で、他の有効活用ができるのではないかなと考えました。今回の実証実験では、日産のリーフを使ってですね、そこに蓄えられている電気をビルの方に供給する実証実験をやっています。日産のリーフは基本的には夜間に蓄えていた電気を昼間に使うような形で今やり取りをしています。今の電気料金の仕組みから言いますと、特にこういうオフィスビルの電気で言うとですね、1年のうちで一番使った高さ、これをベースに基本料金が決まり、それと別に使った量の重量料金という2段階の電気料金設定をされています。でオフィスビルの場合はどちらかというと基本料金が肘を占めているところが大きいので、ここの電気代を削減してあげるとトータルの電気代が安くなるといった感じになっています。消費が増える要因として一番大きいのは、空調を使われる使用量に応じて電気の使用量が大きく変わります。なので夏場の一番暑い時期にエアコンを一気に使うとですね、どうしてもその時に消費量が増えてですね、ピークが当たってしまうと、そのピークカットをするがために今回実証実験をした、その効果は十分得られたといったことが分かりました。将来的な仕組みとしましては、太陽光で発電した電気を日産リーフの方へ蓄えて必要な時間帯にまた出していく、で災害の時は自立で発電した電源をまた日産リーフの方に蓄えて放出するといった形で CO2 削減と災害両方に寄与していくと思っています。動く電源であるその電気自動車を効果的に活用する方法として、災害時にポータブル衛星機器の電力としての供給や、夜間作業の静かに作業するための電力源として EV が活用できるのではないかということで、社員からたくさん意見をもらって一つ一つトライアルをしていこうと。災害時に避難所では連絡がなかなか取れない方がたくさんいらっしゃいます。そういった方に公衆電話の活用としてポータブル衛星機器を提供しています。この取り組みによって NTT の社内展開はもちろんのこと、地域におけるエネルギーの地産地消の世界に一歩近づける役割を担えるのではないかなというふうに考えています。もともとですね、日産が EV を始めたきっかけというのが、2100年の地球の温度上昇をプラス2度以内に収めようということで、そのために何ができるかというところからEV を始めたわけなんですけれども、今回の NTT さんとのこの V2B の取り組みはまさにその CO2 を下げるための取り組みということで、ビジョンをまさに共有できているという状態になります。特に日本の場合はですね、災害も多くて停電も毎年どこかで必ず起きているような状況の中ですね、我々の作っている電気自動車が災害時の停電対策という意味で活躍できるという点、それからこの日本特有の事情でエネルギー資源にもともと乏しい国でありながら、ソーラーのエネルギーを活用するですとか再生可能エネルギーを活用していくという点で、この EV の持っている蓄電能力、また放電の能力というのが、この日本のエネルギー事情を考えた上でも非常に有効に使えていけるのではないかと思っております。